皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、ホワイトスネークを解雇され、復讐に燃えるジョン・サイクス、そして、フィル・ライノットに捧げる感謝の気持ちを紹介、解説していきます。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1989年、ホワイトスネークを突如解雇されたジョン・サイクス。当時30歳の復讐に燃えるジョン・サイクスは、その後、コージー・パウエルとフィル・スーザンとプロジェクトをスタートさせるのですが、フィル・スーザンは早々に脱退。後任として、元ザ・ファームのトニー・フランクリンが加入します。楽器隊は揃ったのですが、問題はボーカルですよね。当初は、トニー・マーティンやレイ・ギランらが参加していたのですが、結局はうまくいかず、それに痺れを切らし、コージー・パウエルが脱退。後任は、同じく、大物ドラマー、ガーマイン・アーピスが加入。ボーカルは結局見つからず、ジョン・サイクスが務めることとなります。そして、サーペンス・アルバスを作ったのは俺だ。その証拠にこれを聞け、そう言わんとばかりのサーペンス・アルバスの世界観を踏襲しつつ、さらに壮大にスケールアップしたハードロック史上屈指の名盤、ブルーマーダーを作り上げます。サイクスの売れたい、という気持ちとデイビッド・カバデールに対し、俺を解雇させたことを後悔させてやる、という思いがすごく伝わるのですが、結果的には期待されたセールスを達成できずに終わります。サイクスのボーカルも全然悪くないですし、というより、むしろ、ボーカリストとしての技量も優れているように感じますし、楽曲も素晴らしいのに、どうして売れなかったのか不思議なくらいです。ですが、結果として、サイクスがボーカリストとして評価されたことにより、別の、才能あるボーカリストとサイクスの生み出すギター、といったケミストリーが封印状態になるのですが、ハードロックとヘビメタルにおいて、ボーカルとギタリストの組み合わせは大事な要素なので、自己完結できてしまうのも厄介なものですよね。彼が敬愛しているゲイリー・ムーアと同じ道をたどるわけですから。そして、1993年、前作、ブルーマーダーは高い完成度だったものの、セールスが振るわなかったことから、英国色に加えて、ポジティブでアグレッシブなアメリカンテイストを加えた、ハードロックのアルバム、ナッシング・バッド・トラブルをリリースします。オープニング曲を飾る、ウィオール・フォール・ダウンは、心理自由を彷彿とさせる攻撃的なナンバーで、キャッチーなギターリフス、ハイテンションなギターソロ、情感たっぷりのボーカルと、サイクスの魅力が詰まった一曲となっています。この曲は、ブルーマーダー史上、最強の名曲だと私は思っていますし、当時リアルタイムで、このアルバムを買った人は、一曲目を聴いた瞬間に、これだ、ジョン・サイクスに期待していたことをすべて表現してくれた、と思ったはずです。二曲目は、カントリーチックでポップな曲で、正直いらなかったなとは思うのですが、続く3曲目、4曲目は、サイクスのソングライターとしての才能を、遺憾なく発揮した名曲で、7曲目のセイブ・マイ・ラブは、甘く切なく美しいソウルバラードで、サイクスらしい魅力が詰まっています。ひたすらハードで、重く暗いファーストアルバムに比べると、やや印象は異なり、アメリカンすぎる、散漫という声もあるようですが、一曲一曲のクオリティは非常に高く、個人的には、ファーストに一切引けを取らない、十分聞き応えのある作品だと思っています。どちらの作品もサイクスの奏でる音色が堪能でき、ソングライターとしての才能を発揮したアルバムとなっていますので、サイクス好きにはたまらない作品です。シンリジーとホワイトスネークのサウンドを合わせ持つ、アメリカンなハードロックバンド、ブルーマーダー、必聴バンドの一つです。ちなみにですが、前作から4年が経過してのリリースということもあり、その間にカーマイン・アーピスとトニー・フランクリンは脱退しており、
スーパートリオとしてのブルーマーダーはすでに崩壊しています。本作では当時無名だったマルコ・メンドーサとトミー・オスティーンがバンドの新メンバーとなっています。とはいえブルーマーダーもホワイトスネークと同じでバンドリーダーのソロプロジェクトみたいなものですから、メンバーチェンジはそこまで気にはならないですよね。しかしリズムトラックはかなり早い段階でレコーディングされており、ほとんどの曲はカーマイン・オピスとトニー・フランクリンがプレイしているようです。1993年12月、ブルーマーダー2度目の来日ツアーとなる日本公演を収録したライブ版スクリーミング・ブルーマーダーを1994年にリリース。このライブアルバムではフィル・ライノットとの共作により生まれた名バラード Please Don't Leave Me、 そしてサイクスがシン・リジーのギタリストとして加入し、最初で最後となるアルバムサンダー&ライトニングに収録されているコールドスウェットやブルーマーダーのファーストアルバムに収録されている超名曲ビリーと、セカンドアルバムに収録されているシン・リジーを彷彿とさせ、フィル・ライノットを思い浮かばせる超名曲We All Fall Down などが収録されています。このライブ版は Dedicated to Phil Lynott というサブタイトルが付けられている通り、フィル・ライノットに捧げられた作品となっています。このライブを見に行けた人は本当に羨ましいですし、私なら絶対感動して泣いていたと思います。なぜなら当時35歳のジョン・サイクスがこれまでギタリストとして活動してきた集大成の作品だと私は思っているからです。ゲイリー・ムーアを聞き、ギタリストとして生きていくことを決め、フィル・ライノットという人生のパートナーと運命的な出会いをし、デイビッド・カバデールにスカウトされるも裏切られる形とはなりましたが、人生の厳しさを学び、人としてそしてギタリストとして大きな成長を果たしたジョン・サイクスのいろんな思いがこの悲痛に叫ぶかのような歌声、青く熱く燃えるギターサウンドに込められているからです。彼の音楽に対する思いやフィル・ライノットへの感謝の気持ち、そういった様々な感情が込められた深い作品であり、ジョン・サイクスとしての一つの終着点だったんだなと思われます。そして1995年ジョン・サイクスはこの作品リリース後、ブルーマーダーというバンド名義をやめ、ソロ名義、サイクス、としてキャリアを重ねていくこととなるのです。さて、いかがでしたでしょうか。日本では、神格化されているイメージの強いジョン・サイクスですが、実際、低迷中のビッグバンドに所属し、結果を出し、大きな成功につながるのは本当にすごいですよね。しかし、その後バンドが解散、解雇と不運に見舞われるのが、ジョン・サイクスの悲しいところではあります。そんな孤高のギタリスト、ジョン・サイクスが報われることを望んで、それでは、皆さん、次回の動画でお会いしましょう。